いやー、ーセレッス、大阪、はい、フォワード、うん、加藤、ムツキ、完全遺跡、ああうわあ、どこだ、どこなんだ、育った地、サンフレッチェ、広島。マジっすか。 でもこれもあった、当てたね、マ、ま、サ、あ、あの、俺言ってるもんね、サンフレッチ広島の大残り上司。出て,てたよ、言って、そういうタイプユース組はみんな、そう、戻るからねって話したからね。ああ、そうか、でもこのタイミングで。いやまあもう完全に J1 級のホワイトであることは間違いないわけですしね。そうですね。で、あとは、やっぱりちょっと広島はね、今問題なのが、チャンスメイク力に関してで言うと、うんうんうん あの、今、最も点取ってる、例えば、札幌とか、はい、あと、マリノスとか、はい、神戸とかよりも、はい、チャンスメイク限定だったら、広島の方が上なんですああ、はーはーなるほど。じゃあ、フィニッシングにかけるってことですね。そ,<う>そこさえ生まれば。そう。フィニッシングが今、18チーム中17位なので。なるほどね。これ、でも、よくセレッソがドレギュラーの加藤さんを出しましたね、これ。 びっくりですね。ふどのお金が動いたってことですかね。それで誰か取るってことですかね。か誰かが入る、セレッソに。いや、でもね、遺跡金しっかり満額で払ったらしいので。うん、なるほどね。そまあまあ、だから、っていうのもあるでしょうけど。スマシンスタジアム建設でね。うん。卒のエースがっていうのはもう理想ですから、これは。理想的ですね。え、ついては河村拓夢選手でございます。 河村選手は初年度こそ広島ね、ユースから上がった後の1年目は広島でそのまま過ごしましたけど、はい、まあ、2、3、4年目は愛媛でね、3年間やって、去年やっと広島戻ってきて、あとはね、あの、すごい超長距離法を出しましたけど。あ <laughs> りましたね。やっぱあれがやっぱりキャリアで、ねうん、注目されちゃいますけど。ただ河村選手は、うん、あの、広島ではもともとボランチだったんですが、はい、愛媛でシャドウとかもやって、 で,うん、で、サイドとかもやってってことで、要は中盤だったら、もう中央、前目だろうが、後ろ目だろうが、サイドだろうが、何でもやれますっていう、そんな選手に成長しちゃいました。なるほどで、河村選手、すごいのがね、よくほら、例えばボランチの選手が、こう、うん、なんかチーム事情いろいろあって、例えばサイドの選手、サイドにちょっとポジションを移してってやう役にやったとしても、はいはい、やっぱちょっとなんか、ボランチっぽい成績残す傾向とかあるんですよ。うんうんうん やっぱその人の資質なんだろうなって感じなんですけど、うんうん、河村選手はちょっとカメレオン型というか、はい、シャドウだったらちゃんとシャドウでオフェンスのところでの結果を残し、うん ボランチだったら、そのなんか、潰し屋とかタックルみたいなところでの結果を残し、はい、サイドだったら、やっぱクロスだとかってことで結果残しってこと、本当に超器用なんですよ。こんな選手なかなかヨーロッパでもいないなってところがあるので、ハマ、うん、ったら、そのヨーロッパのスピード感ハマったら、一気になんか、より上、やっぱプレミアとかまで目指せるぐらいの選手になってくるんじゃないかと思うので、第二のアレビー川部早、河辺駿うん、なってくるケースもあるんじゃないかと思われる選手でも、ね。ほうほうほう。 ま,あまずはフル代表で結構ね。すご,すごいっすね。<laughs> すごいね、河村選手。<laughs> やばいっすね。今の東の。<laughs> そうなんですよ。だから逆に一つ、彼に関しては一つの項目で何か突出してるものってのは、まあ、逆に言うとないっていうのはあるんですけど、どこのポジションでもあらゆる結果を残す九9大点以上残せるってこともまたいい成果なんじゃないかなと思われます。確かに。はい、代表とかには呼びたいよね、やっぱね。 結構大事な選手ですよね。はいはいはい、はい。だから、旗手くんみたいな感じで河村選手も今後は結構呼ばれるなんてことはあるんじゃないかなと思いますね。森康にハマっていく可能性が高いと思います。なる,なるほど。はいはい。はい